バカ。お前ら、下がってろ。どうも、あえちゃんです。今回なんですけども、動画の提供となります。そのキャラクターが、ジョーズの52マスっていうことで、まあ、バブさんに提供してもらいましたっていうことで、まあ、今回ですね、バブさんも YouTube やっていますので、ぜひ皆さんチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。サポートはですが、ゲッター白ひげ海賊団動物系グランドラインっていうことで、メダルも含めてガチガチのサポートとなっていますね。一応サポート 155% となっていますね。もうめちゃめちゃカチカチとなっています。では、見ていきたいなと思います。いや、めちゃめちゃ楽しみですよね。もう、ジョーズの52マスって言ったらどんだけカチカチなんだよっていう話だと思うんですけども、まあ実際ですね、ダイヤモンド状態になりますと、めちゃめちゃカチカチなんですよ。まあ、シャンクスの攻撃とかもほとんど食らわないぐらいめちゃめちゃ硬いんですよね。まあ、個人的にはですが、ジョズが一番ね、あの耐久面あるんじゃねえのかなと思っていますね。はい、ナイスブリアンタックだっけ忘れちゃったんだけど。ナイスタックル。はい、ここはね、早速すぐね、ジョズのね、ダイヤモンドになりたいなって感じですよね。ここ、おー、いいですね。ダイヤモンドになりました。いや、もうダイヤモンドになった状態で敵のダメージ、ほら、3、見た？もうダメージ3やで。3はやばい。シャンクスの攻撃3は草だわ。本当にやばい。いや、今のマジでいける。いや、ちょっと待って、こっちに、はい、ジャスカうまい。はい、ここタックルうまいですね。相手の攻撃に合わせてのタックルっていう感じですね。で、一応、このまま今4-1っていうことで、場面上も最高ですね。お、ワカレーリーが来たっていうことで、ジャスカイですね。で、ここ、一旦貯めたけれども、相手攻撃してこないと、まあ、悲しいですね。まあ、一応、ここね、もう全然ですね、ジョーズのダイヤモンドになってない状態でも、まあ、こんなに硬いっていうのも素晴らしいですよね。まあ、これがもうずーっとキープできたら、まっとやばいなっていう感じですよね。もうこれ、いかにダイヤモンドをキープするか本当に大事ですね。もう、これ、ダイヤモンドだけがマジで、ほら、ここ来た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 ！もうこの状態はもうね、攻撃しまくっても敵がマジで怖くない。いいですね。5-0 いいね、5-0。あ、いいね、いいね。めちゃめちゃいい。敵、もう何もできないか？あ、いいね。12、11。全然聞いてね。いや、これもう終わっちゃうんじゃない？あ、4-1か。オッケーオッケーオッケー。いや、もう取られてしまったら仕方ないとして、お、ギリギリ届かない。ここ、あ、相手攻撃してこなかったですね。まあ、とりあえずここはですね、敵の相手の取られないように C 旗に援護しに行くって感じですね。はい、はい、ドーンって感じですね。いや、いいなぁ、上手。いや、52マスになると夢があるね、これ。こんなにカチカチになると本当に楽しいだろうね。まあ、とにかくカチカチをキープすればするほどいいなって感じだよな。まあ、敵のジョズに対して、あそこにいるロジャーのダメージ食らうのかな？そこはまた気になるとこっすよね。あ、いいね、いいね、いいね。はい、ブブリアタック、いいね。怖いね。はいはいはい。ナイスナイス。いいですね。5-0 ですね。これもまた5-0で勝つんじゃないでしょうか？お、いい感じいい感じ。お、味方、ナイスですね。5-0っていう感じでありがとうございます。では、2戦目ってことで見ていきましょう。いや、1戦目のな、カチカチ具合が良かったっすね。いや、もうシャンクスの攻撃だろうが、ワカレーリーの攻撃だろうがね、全くびくともしないこのジョズがマジで優秀。いや、こんなにカチカチだとね、いや、52マスにしたくなっちゃうよなっていう感じですよね。本当に、ジョズに愛があるのかなというぐらい。普通、ジョズ52マスするってなかなかいないと思うんですよね。いや、普通冷静考えてほしいんですよね。あ、食い食いしてこなかったですね。いや、ここは残念っていう感じですね。いや、もうこの状態でも全然強いんで、はいはいはい、いいですね、いいですね、あ、いいですね。もう敵もね、あ、ちょっとでね、シャンクス枯れるんで、スキルだろうが全然効いてないと。おー、ナイスタックル。で、今場面上ですと、3と2っていうことで、まあ、先分になるのかなっていう感じですね。まあ、ガンガンですね、守りながら戦っていくって感じですね。ウソップくんが邪魔ですね。もうウソップくんの攻撃多分ほとんどダメージ入らないんじゃないのかなと思うんですよね。で、敵はほとんど今、分かれりと、もう多分全然大丈夫そうですね。はい。あ、ナイスジャスカイ。まあ、このジャスカイはですね、固定ダメージなんでちょっときついですね。で、ここ、旗取られないようにきついですね。はい、行こう、スキル。オーケー。うまいうまいうまい。いや、いいね、いいね。聞いてない、聞いてない。いや、取られてしまうなしか。あ、ナイスな味方。いいですね。守ってくれたね。ナイスですね。
やそれにしては上手マジでかてえな。いやー敵の赤犬とかねルフィとかシャンクスばっかりになってきたんでここがちょっと怖いですよね。まあ怖いけれどももうこのジョーズのねダイヤモンドになっちまえばもう敵は怖くないよっていう話なんで、来た来た怖い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 、ここダイヤモンドもらっていく。いやいいね 5はやばい、やばすぎ。タックルライスタックル、うん、何これ何攻撃してんの、攻撃してないんじゃないのっていうくらい。900 え、マジで守れるよねここ。やばいのな普通に考えて、やばいやばい今ね、あれはやばいわ。あの普通に考えて全部の攻撃が本当に強すぎる。おナイスタックル、いいですね。相手の回避に合わせてからのですね、ここカウンター成功させて、敵の攻撃は怖くない。あ、一応ブーストなんで、ちょっと警戒しとかないとやばいですね。一応ブーストはやっぱりダメージが食らってしまうんで、まあブーストでもね、ここはね、守れてしまうところだったらかっこいいですね。守れてるんでね、今のところ。いいですね。じゃあスカイ入って、うまいですね。はい、ここブミアンタック。いいですね。スキルにも回復していくと。で、このままカウンターも復活するってでかいですね。で、一旦ここね、ダイヤモンドなくなっていくと。で、最後はジョーズの、はい、ここで。ジョーズの、これはやばい。いやもう何にも敵できないよね。いやもうダメージ食らわないんだもんこれ。この状態になってたらただのもうバカクソ強いからね。ナイス勝ちってことでありがとうございます。今回ですが、まあ、動画2本提供してくれてバブさんありがとうございました。皆さん本当に52マスにするとジョーズのダイヤモンドが本当のダイヤモンド並みに強かったっすね。まあ、皆さんぜひね、あのチャンネル登録していただければなと思います。このチャンネルがいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。またな